はいはい、アフリカ推しのマリサです。相槌役のゆっくり霊夢よ。今回は6月2日に開票が終了した、南アフリカ選挙の結果について解説していくよ。南アフリカというと、アフリカを代表する国で、ブリックスの一国ね。前回、30年間単独で政権を握り続けていた ANC が過半数割れになるかもって言っていたよね。その結果が一体どうなったのか、気になるわ。早速解説お願いします。2024年5月29日、南アフリカ選挙が行われた。人種差別が法制化されていたアパルトヘイトが撤廃されて以来、政権を握り続けていた与党 ANC が過半数割れになるとして注目されていたこの選挙。その投票率はなんと 58.64% で、南アフリカの30年にわたる民主主義の歴史の中で過去最低となった。投票率は低下していたのね。アパルトヘイト撤廃後の1999年には登録有権者の 90% 近くが投票したが、その半分近くになりつつある。どうせ選挙に行ったって変わらない。そんな南アフリカの有権者の意思の表れのように思う。日本と同じような、政治への希望や求心力が減少しつつある状態になりつつあると。続いてはその選挙の結果を見ていこう。こんな感じ。議席数400のうち過半数を取るには201議席必要だから。与党 ANC は過半数を割り、単独与党の座から落ちたのね。そうだね、今回の選挙の目玉はそこだね。マイナス71議席はめちゃくちゃでかいね。政府の汚職や世界で一番高い失業率や停電の頻発など経済での失敗が民意となって現れた形ね。また DA は白人が多いケープタウンや都市部で支持が高い野党第一党で、政権交代のために小規模政党と野党連合を組んでいた。しかし肝心の議席数は3微増したのみでほぼ変わらず。前回は野党第3党だった黒人若年層や貧困層に人気の EFF は、逆に議席を5も減らし、野党第2党に落ちる大敗を喫した。ANC が大きく議席を減らしたにもかかわらず、既存の政党はそこまで議席を増やさなかったのか。これは ANC から離反したズマ前大統領が作った MK 党の影響が強いな。そもそも ANC と MK というのはもともと支持者が同じだ。つまるところ ANC から MK は票をごっそり奪い取ったのね。前大統領が作った新党ともなれば、汚職と経済失敗を引き起こした ANC よりも期待度高いしね。過去に政権運営をしたことがあり、アパルトヘイト撤廃でも強いリーダーシップを発揮した前大統領の意向は凄まじかったな。ANC と MK の2つを合計すると議席数は217。前回は230議席だったから13議席減らしたのみで、得票率のみで見るとそれほど減らしていないことになる。今回の過半数割れは、ANC への不支持というよりも、MK の分裂によるものとすら言えちゃうのね。逆に MK のせいで ANC に代わる政党としての立場を EFF や DA は主導できなかったということだろう。野党連合を主導し、ANC と EFF の連立阻止を訴えていた DA は当初の目的こそ達成したが、言うほど伸びなかったな。ANC の分裂に乗じてもっと票を取り込んでも良さそうだけどね。やっぱ支持者の層が違うということだろうな。ただまあ DA から離脱したヨハネスブルグを拠点とする有力政治家たちが作った、アクション SA という政党があって、DA 自体も票が多少分散していたからね。ANC も DA も内輪揉めしすぎだろ。それ以外だと小規模政党も大きく伸びたな。さっき触れた ASA が9議席とかなりの得票率を獲得。インカタ自由党ことは IFP はズールー族の王子が作った政党で、MK と同じくはズールー、ナタール州のズールー族の有権者からの支持が厚く、今回は3議席増やした。また愛国同盟こと PA は元犯罪者が2013年に作った政党で、南アへの移民受け入れ反対、死刑賛成、汚職した公務員には終身刑を求刑という政策を掲げる極右政党。有色人種からの支持が厚く、今回9議席を増やす大勝利を収めた。多分、汚職が多く人種間対立が激化しつつあったからこそ伸びたのだろう。とまあこんなところかな。にしても一体どうして ANC や MK の支持がこんなに強いんだろう。そりゃアパルトヘイトを終わらせたのが ANC だからな。南アフリカの人口の 80% は黒人で、自分たちのために差別を終わらせてくれた恩がある。心情的には南アフリカの黒人層は ANC の支持者で、ANC としてもアパルトヘイト撤廃したって言ってるだけで選挙には勝てる。それが汚職と政治不信を招くことにもつながってるんだけども。うんこの。また御年82歳のズマは大統領を務めた10年間で、南ア経済を大きく失墜させ、蓄財や横領を行った張本人だ。彼が大統領から引きずり下ろされ、党内で権力争いが起きたことが今回の分裂につながった。そんなろくでもない人が代表の MK にそれなりの票が入ったのよ。
だって、ズマも現大統領のラマポーザも、ネルソン・マンデラと共に戦った反アパルトヘイトの活動家だからさ。特にズマは、学歴もなく貧しい家庭に生まれ、活動家として頭角を現し、マンデラと共に路面島に投獄された人物だ。こういう貧しい家庭から大統領まで上り詰めた経歴を持つ政治家って、どこの国でも根強い人気があるじゃん。日本でいう田中角栄的な。これは南アフリカの選挙管理委員会が発表した、地域別政党支持率だ。MK 党が大きく票を得ている右下の州、ここはクワズルー、ナタール州といい、南亜最大の港でトヨタなどの自動車や主要産業が工場を構えるダーバンがある州だ。結果を見てみると、今回 MK は 13% を得票したものの、地域的にはズマの出身であるクワズルー、ナタール州でしか支持されていない。ANC 支持の州は内陸の田舎が多く、海岸部や都心部は DA が抑えているのね。そうそう、これも面白いよな。とにかく、こういう古いタイプの政治家、それも80歳を超えたアパルトヘイトの戦士が未だ権力を握っているのが南アフリカの問題点だ。若い世代を代弁できるような政治家がいない、リーダーシップを取ることができる政治家が出ていない。政治家の顔ぶれも、ANC の政治家が言うことも、アパルトヘイト撤廃の功績に頼りきりで、生活も国家のあり方も変わらない。こりゃ政治への希望は持てないわ。さて話は一旦変わるが、南アフリカでは国会議員が単純多数決で大統領を選出する。しかし ANC が過半数割れとなったことで、連立政権を立てる必要がある。ANC は一体どこと連立を組むんだろう？過半数、201議席以上が必要なことを考えると、やはり DA が第一候補に上がるだろう。ANC と DA の連立が組めれば246議席となって、政権運営には十分な議席を持つことができるものね。ただ DA は長年にわたり ANC の政策を激しく批判しており、たとえ両者が話し合いに応じると言っていたとしても、この連立は簡単なことじゃない。少なくとも白人党首を抱える DA との連立に、ANC の支持者はいい顔をしないだろう。人種問題は根深いものね。また DA は AFP や ASA と共に野党連合を組織しており、仮に連立を組むなら各政党との協議が必要となる。逆にこの野党連合に加盟している小政党を連立に引き入れて、ANC と DA の組み合わせを希薄化させる選択肢もあるがな。多数の政党を連立に入れると、政権運営が難しそうだし、ANC はいい顔をしなさそうだけどね。また DA はラマポーザ大統領の解任を求めているが、ラマポーザ大統領は連立のために退陣するつもりはないと発表している。協議がどう進むか見ものだな。もう一つの選択肢としては、ANC が MK および EFF の一方、または両者と連立を組むというものだ。MK と EFF は共に南アフリカの主要産業である金、プラチナ鉱山と中央銀行の国営化を公約に掲げている。その点で合致できれば協力はできるだろう。EFF 党首のマレマは元 ANC の青年部所属で、MK のズマは ANC の名誉会長だし繋がりもあるもんね。ただこれは外国人投資家が危惧しており、実際国営化が行われれば南アの通貨安は進む、経済は冷え込む。また MK はラマポーザ大統領の退陣を求めていて、MK が態度を軟化させない限り協力も難しそうだ。選挙で支持を失った EFF としてはぜひとも協力したいだろうが、ANC と EFF を足しても198議席で過半数にはギリギリ届かない。DA の目標だった ANC と EFF の連立阻止が成功している。ANC が EFF と連立を組むにしても、MK や他の小規模政党との協力は必須というわけだ。DA、MK、どちらと組むにせよラマポーザ大統領の退陣が必須であり、もしも連立協議がうまくいかなければラマポーザ大統領の退陣もあり得る。とはいえ ANC にはもう著名な政治家はほぼいない。ここでラマポーザを失えば、アパルトヘイト撤廃の栄誉で成り立っている ANC はどうしようもなくなる。ラマポーザの退陣はさすがにないかな。現在、ANC は全ての主要政党との連立交渉を開始している。憲法によって、選挙結果が公布されてから14日以内に議会を開き、大統領を選出するよう決められている。この時間的制約の中で、南アフリカ初となる連立政権はどのような形で成立するのか。今後のニュースが入り次第、また動画にしようと思う。まだまだ南アフリカから目が離せないわね。というわけで今回は南アフリカで30年間単独与党だった ANC が過半数割れした件について解説してきたけどどうだったかな？南アフリカの政治というのは、30年前から何も変わっていないのね。アパルトヘイト撤廃という過去の栄光にすがり続け、それで勝て続けてしまうからこそ、政治腐敗がはびこってしまった。変わったことといえば、失業率に貧富の格差拡大に停電にと生活が悪くなっていくことぐらいか。
ラマポーザやズマといったアパルトヘイト撤廃に一役買った大物政治家がいなくなった時こそ、真の意味でアパルトヘイトが終わったと言えるのだろう。これからもアフリカ関係の動画を上げていくから、よろしくなんだぜ。じゃまたなー。バイバイ政治汚職。